お疲れさんです。ラットです。ってことでね、今日もクラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、こちらね、見ていただければわかるんですけど、この1位はね、ちょっとね、見てないことにしてもらって、これね、グラチャレをね、新環境になって、めちゃくちゃ回しました。で、なんで、まあ、12勝を、まあ、3回やって、最後ね、12勝いけるだろうと思ってたんですけど、8勝でね、まあ、負けてしまったんですけど、まあ、こんだけやればね、環境大体は分かるだろうってことで、まあ、僕なりに、まあ、今こういう環境だなとか、このデッキが強くて、まあ、このカードが今ちょっと弱いかなっていうのを、まあね、ちょっと僕なりに、いろいろね、思うところがあったんで、そこをね、ちょっとデッキも含め紹介していきたいなと思います。まあ、ただね、その12勝1面動画上げたかったら逃したっていう感じですね。はい、ということで、今日のゲストは、滑舌失言しまく、国家ゲック。はい。最近ね、出場機会の少なかったことくん、はい、久しぶりにね、どう取りたいと思います。で、まあ、12勝やっていろいろなデッキを使ったんですけど、はい、ですね、今日はね、メインとしてはこちらの、ね、エリポンのクロス、はい、で、基本前までは、マスケット重視だったんですけど、はい、ネクロにね、変えたバージョンを今日はメインで使っていこうと思うんですけど、それ以外ね、グラチャで使ったデッキがこちらですね。こちらの高回転のウォールブレイカーデッキで、雪玉の枠がウッドだったりするんですけど、そこは結構好みですかね。なんか環境で、コウモリがね、増えてます。個人的にすごい。コウモリが増えてるんで、グラチャリとかするときは、まあ、ザップとか雪のデッキの方がいいんじゃないかなっていうのは個人的に、まあ、ないこともないかなと。いうので、こちらのね、メガナイトも使ったし、こちらのね、インフェの、ウォールブレイカー、まあ、言ったら全部ね、ウォールブレイカー、ウォールブレイカー、ウォールブレイカー。ウォールブレイカー環境か、つまり。そうですね、圧倒的にウォールブレイカー環境というわけで、あとね、個人的にね、僕が、あれ、これ何か違う。これだ。僕、ロイフグがすごい好きなんですよ、こちらですね。なんで、こちらのロイフグでも12勝できました。なんですけど、はい、ウォールブレイカーの対策として、はいはいはい、まあ、言ったらメガナイトがね、結構流行ってる。で、メガナイトがない場合は、こういったバルキリーとか、なんかね、そういうものが入ってるんで、結構ロイホグがなんかもういじめられるね、確かにね、環境になっちゃってるんで、そうメタがねちょっと増えてるんで、たまたまね、はい、なんでロイホグはちょっと今季ね、もしかしたらきついんじゃねえかなっていうやりますね。でもロイホグ僕好きなんでね、ロイホグも上げていこうと思います。なんでぜひね、こちらのデッキ、まあ、こちらのデッキ、こちらのデッキね、今日は使わないんですけど、よければね、デッキ参考で程度には使ってみてください。はい。というわけで、今日はエリポンクロスを使っていこうと思うんですけど、はい、はい、このネクロが情報されたことによって、ネクロがね、その、ちょっとね、影で輝いているといいますか、めちゃくちゃ強いってわけじゃないんですよね、今回ネクロなんですけど、まあ強い。っていう感じで、何が強いかっていうと、その、はい、何が強いかって言いますと、やっぱ単純に、このマスケとの打ち合いに、結構強い。その、前までね、ここの枠はマスケだったんですけど、ネクロにしたことによって良くなる点っていうのは、まあ、スペルをね、より咲かせやすくなってるっていう。処理がこれ結構だるいので。まあ、2枚使っけやっこしなくて。そう。処理がこうだるいんでね、ここで、まあ、言ったらね、スペルを使わせたいんですけど、まあ相手は使わないよねっていう。で、このエリポンクロス、アイゴレネクロの形が作れるんですよね、このデッキ。今まで、このクロスで攻めつつ、形ができてもアイゴレマスケだったんですけど、はい、そのアイゴレマスケだけだったら、まあ何かユニット1体で処理できるんですよ。まあ確かにね。なんかね、適当に。でも、何でも処理できそう。そう、でもアイゴレネクロの形だと、相手は結構防衛できないんですよね。ここも普及感ね。しかも、そう、ここの、こういう、延命も強くなって、これですね。これ今までアイゴルマスケだけだったら、これ簡単に適当に処理されてたんですけど、ネクロになったことによって、ここの処理がね、相手結構辛いんですよ。しかも火力高い。火力高い。特攻。不合。予防。え、マッキー美容化死んだよ。えぐ。そうなんですよ。だから、これが強いんですよ。クロスで、クロスデッキなんですけど、このアイゴルネクロの形を作ることを意識すると、よりね、このデッキの強さが出るんじゃないかなと思います。いや、これね、あと思ったのがさ、このネクロの不景気の枠とか変わったじゃん、うん、今までなんか前に全員ピューってネクロの前に行ったのに、周りに出るから、そうだね、処理しにくい。そう、周りから出るから確かにね。なんかね、メガゴとか出しても横のスケから竹取ったりとかするんでね。
トリトンにもね、まあまあ強いっていう。これ一回防衛クロス置きます。相手はバルーンですね。バルーンで、あのスペルが多分ない。中型スペルとか。そう。2コスのスペルしかないんで、こんな感じでね、ガイムします。もう何も相手はね、シャアが死ぬ仕事が。これあれですね。クラクラってよく言われるやつですね。建築系のね。建築、建築で、よいしょ。ここさらに延命していく。延命していきます。で、このアイゴレネクロ作っていくだけで、これ相手これに防衛しないといけないんですよ。この間に。何？エリポンを置きます。ね、そして、防衛もできますと。ね、今日火力すごいな。アイクローゲンが結構ネクロ、そうネクロでこれで相手のマスケット処理できるって考えた時に、もう1個だけ、イエーイ、うん、よいしょ。でまあ丁寧にね防衛しつつ、オッケー。まあこのクロスはね、シャアなしで壊してあげてもいいかなって。でここでアイゴルネクロに相手に、ね、コストね栄えしつつ、あれネクロが変化しちゃうよ。オッケーオッケー。いやでもそろそろね、あの僕の勝負の時がね来るかなって感じですね。でもグラチャイもタイブレイカールールになったっていうのはね。あ、そう、タイブレイカールールになったんで、これね、あの削りきれなくても正直最後ね、あのスペルで持っていったりとかちょっとせっこいことができるんでね。よいしょ、いきたいと思います。このマスケがね、もうしゃあなしですね。これもうこっからパーティーですね。あのエリポンタイムのことによってもうアイゴレネクロで相手はこのテスラの、はい、じゃクロスの受けをしないといけないし、このネクロの処理もしないといけない。相手はもう多分ね、バグンとか怖くない、うん、怖くないけど、バグンとマスケも結構やっぱネクロ。ワンパン、ワンパンですよ、もういっぱい。何かつけもいけるみたいな。何でも起きるんですよね、これ。だからね、2個目。そうっす。気づいたらこうなっちゃいます。なるほど。もうやったんですけど、たくさんやっぱそのメガナイトのデッキで、とか、まあ、あとはディガポイとかが。はい。その、なんだろうな、結局、前まで、こういったね、公開っていうのはディガポイいや、まあ、ディガポイやメガナイトディガポイとか、メガナイトの、スペルがね、またポイズンとかないデッキとかも流行ってるんですけど、結局全てこのエリポンクロスに弱いんですよね。クロスが結構強いとね、ちょっと思うんだけどね。そう、クロスがね、ちょっと強いんですよね。ウォールブレーカー2コツで端前出したら、結構クロスこう2発とも入ったらね、結構大ダメージでクロスを壊せるんですけど、はい、逆に、はい、てかそう、案外普通に雪玉とかウッドでウォールブレーカーがクロスに刺さんないのと、なんだろう、結局、はい、スペルがないデッキには絶対っていうぐらい勝てるし、ディガー削りだけだと最後の最後にねクロス側が持っていけることの方が多いんで、よいしょ。これ相手ラバテンか、ラバハンド、ラバクロかな。これこれしかも一回受けから行ってもよかったですね。このクロスがちょっともったいないかも。バルキーっていうことはあれだな、ラバメガゴーペリーライトニングと予想する。ああ、ラバのライトニングの人がいるんですよね。おお、それはうまいのか、うん、わかんないな。まあ、ここネクロ、ね、いやこれネクロがね、マジでこのツケがね、たまたまパピー、あ、出た、ラバライトニング来ました。で相手はここでライトニングを使いましたということで、僕はねエリポン来たいと思います、はい、でそう、これが強いんですよね。これで終わりますね、もう。相手バルーン来たら辛いな、ここで。リガルパスに来るか。ISP からの、アイゴレ、はい。はい、相手ザップでスケとかね、そういうの読んだんかもしれないんですけど、終わりですね。はい、もう2周目とかね、2周目外交に行ったら、スケももう間に合わないし、という。で、ここで確実な相手ユニットで処理してくるので、始まりです。ぽい。ウェイ。あ、やばい、遠いインド。この相手が間に合うのか。よいしょ。はい、もうこれでね、火力高いな、やっぱこれでもう相手が放置すると大ダメージして、今相手ね3コストで取れたの話なんですよ。今4アウト取ってます。なんでここでエリポンクと相手はね、もうライトニングが間に合ってないです。もうね、相手今これで4、5、あ、待って、見てなかった。ちょっと今手離してた。手離してた。左手普通になんかもう数、何そう、数数えてた。でも、ここでこうやって雪玉とかでね。延命していくし。延命できるんで。で、ここで、ライ置きつつ、こうやってね、形作っていくと、大体こっちにライトニング自体っていうね。ネクロと一緒にライトニング来るんじゃない。うん。いや、でも、これは全然いいです。全然いいです。逆に相手今ライトニング打ったからこそ、はい、ここのね、僕の2周目のね、ユニットにね。まあ、スペル打てないっていうのがあるんで、ね、ここをうまく守れると、うまく守れるとね、
守りゆかも勝ちにいけない感じ。そうですね、ここもちょっとクロスで竹取りつつ、おげくわが生きてくる。そう、あれでさっきライトニングね、あそこで打ったんでね、よいしょ。おお、ここのクロスは気持ち捨てつつ、ちょっともったいないかもしれないんですけど、よいしょ。はい、このネクロ作りつつで、相手はこう絶対ネクロにライトニング打ちたいんですよね。でもこっちもね、おお、攻めてあげる。攻めていき、よいしょ、 OK で、ここのね、待って、なんか釣れてる。おおお、本当だ。しかも相手やっぱネクロにもライトニング打ちたいんですけど、クロスの場合ね、ライトニング打たないんだけど、もう甘いね。そんなことしてると終わっちゃうっていう、もう終わりそう。結果系がエリパンを巻いていくか、うん、一回ね、あのこの辺も大事ですね。でこうネクロを僕右側に攻めたいんで、右側にネクロ出しても、釣れますね。マフケーコンが一匹いくし、うん、ネクロね。で相手はこうね、あの多分あれで防衛したい、ライトニングで防衛したいはずなんだけど、よいしょ、これウッドとかで延命しつつ、陸が苦しい、陸が苦しい。オッケー、バルキリーとかもね結構厄介なんですけど、ネクロの火力が高いんで、相手陣地がね、病気してるけど、こっち陣地が。はい、というわけで、もうラストね、スペル圏内です。もう残りなんかね、600とか700とかいったら、ウッドとイクダマで削ったりっていう選択肢もね。でもさ、マジで、そう、なんか今まであった、そのマスケの枠をネクロにしたデッキも、ちょっと強いです。なんか増えてきてます、そういうのが。ね、それが、もうこれだったり、まあ、あとはバルーンとか、バルーンとかもですし、あれ、今、何戦した、2戦した2だな。このゴレクロとは多分今日やってないです。やってないです。はい。というわけでね、ちょっとね、このクロスをね、皆さんに覚えてほしい。もうなんかアイゴレネクロ、なんかプラスネクロのがすごい強いですね。で、あの、コウモリに今までネクロが強かったんですけども、はい、コウモリにものすごく弱くなりました。もうあの、ネクロのメタカードはって言われた時に、コウモリってなるぐらい、圧倒的に、ね、ネクロに対してコウモリが強くなりましたんですけど、そのアイグルネクロの形を作ることによって、相手がねコウモリ出してもコウモリはネクロを殴りつつ周りのスキルとかを殴るんで、なかなかね、まあ、言ったらネクロを処理してくれない。はい、でそこをすぐ雪玉を、ね、当てればアイゴレネクロがねもう生き残って、相手はねもう一枚に閉ざさないといけないし、メガコとか出したとてもうネクロにプイッてプイッてやられちゃうんで、こちらのクロスね結構環境トップにいるんじゃないのかな、わかんないんですけど、まああのウォールブレイカーがね入りすぎてるんで本当に、はいはいはい、間違い多いね。なんか僕もまだウォールブレイカーの対応は慣れてきたんですけど、まだ完璧とまではね言えない。マッチングしませんね、うん、後ろからネクロに対してさ合わせるカードっていうのがあんまりないって思ってるんだけど、どうでしょうか、うん、今の環境。前はさメガかベリとか合わせたじゃん、まあ、ああそうだね。でもそう火力が確かに言ったらマスケのなんかねマスケットと同類なんで、マスケと同じ扱いした方がいいですね。なんでケツネクロされた時にそうケツメガゴとかしても結局処理されちゃう。バンバンバン、リクルティコスケもなんか優秀がマスケットっていう、うん、火力高い、空にも活躍できるし、リクルティもできるし、相手にねスペル使わせられるし、なんかね、しかもまあ5コスなんで強いんですけど、やっぱ5コスかかっちゃうっていうのがね、もう釣り合ってるよね、いいカードみたいなのがいますね。これ相手、まあ、結構強い人、まあ強い人、レジェンドローンでも言っちゃうとあれなんですよね。ウォールブレイカーがしかいないんで、はい、でもグーベンエリポンがない。でそうウォールブレイカーの皆さんあれですよ、弱点は2コスのスペルで死んじゃうんですよ、はい、雪玉だけ、ウッドだけ、ザップだけで処理されちゃうんですよ。もうこのデッキには生き玉とウッドが入ってるんでそのウォールブレイカーの対応に優れてるんですね、こちらのデッキは。まあ、最悪リガーコバカーケもね2枚使えば、そうだから、あとアイスピウッドでも処理できるんですよ、結構フラマーケー。そうなんでウォールブレイカー対ウォールブレイカーデッキみたいなのがありますね。でこのペッカとかも溶かすの鬼早いんですよね、マジで。リクーティコスケも普通に考えてる。だからネクロで鬼守れちゃうんですよ。しかもこれで勝手に守ってあげたのに、言ったらカウンターね、大体これユーナだったら多分止めれないから、そうそうそう、ここでユーナももう一枚出すから、これネクロ出て見て、はいはいはい、やばいやばい、
はい、3発今で、これでこう一発適当にヒューって殴ってるのが一発220です。はい、ぶっ壊れ、はい、ぶっ壊れ。カリカンに強い系が許せないんだよ。これ多分いらなかったかな。めくお、うん、えい、咲き方、湧き方か、湧き方が今すごかったな。いや、これクロス起きてもっと一回防衛クロスで、ね、インキします。あのクロスを貯めるじゃなくてエリポンはね、序盤しっかり貯めていきたいなと思います。防衛クロスに対して、ね、相手はポイズン近いけど、ウッカがエリポン祭りっていうもう地獄ですね。はい、エリポン来ます。ポイよし。でエリポンにポイズン打ったらね、こっちのネクロが行きますよと、はい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 、でこのネクロからアイゴレからのまたね、クロスでハードカウンターですね。よいしょ、これもう置いちゃいます。クロス、これペッカの前にもう一枚って出さないといけないし、待って俺アイゴレネクロできないや、ネクロアイゴレになっちゃう。もう才能あるよ。これ変な才能持っちゃってますね。ああ、引っ張られちゃった。まあでもここでリポン来つつ、リポンはいけ、相手もネクロ、相手めっちゃいるから一回ね、これネクロで全部守れちゃうんですよ結局。リクーティヒ、おおお、誘拐されか、え、やばいやばいやばい。あとは問題はネクロの火力がものすごい高いんで、相手のネクロも火力が高いぞ。そう、こっちのネクロだけじゃなく相手のネクロも火力高いんで、これ一発220でちょっとやばいんですよね。やばい、めっちゃ手強いか。まあ、でもエリポンは置けてるか。タイブレイカーなんちょっと怖いですね。毎回このまま頑張って頑張って守れば、ね、いけいけどんどん泣いてきちゃってますね。あ、ポイズン割いたんでここね、はい、もうここで焦らない、はい、焦り手がスペル使ったところをしっかりね、エリポンを置いてね、エリポンに行きます。で、こっちそっくる、こっちも一気に行きます。よいしょ、足前銀行も黒服ちゃんの形めっちゃ強くてね、よいしょ、結果が秒で死んじゃうけど相手は頑張れるのか。やばい、あ、待って、ネクロが、いて、焦るな焦るな焦るな、お前、あ、待って、俺、え、あ、ポイゴ、あー、強すぎなんだって、この子、お前も使ってんかがさ、いや、マジで、ネクロはね、そう、こうなんかちょっと辛いですね、マジで今。ああ、そう、まあウォールブレーカーね、てかネクロはまあでも強いんですけど、許せる範囲の強すぎ、はい、ウォールブレーカーね、もう許せないですね。もう強すぎて、あの、ダメです。なんで、まあ、ウォールブレーカーを皆さん使われると思うし使うと思うんですけど、僕からね、神的アドバイスを言っとくと、はい、相手がニコスのスペルを使ったらもう単体ウォールブレーカー投げまくりましょう。もうニコスのね、この雪玉とかウッドとか、まあ、ザップ、あとは何かあるっけ、雪玉、ウッド、ザップ、ロリババの、まあ言ったら多分基本的にデッキに1枚しかないと思うんで、まあ、2枚ある場合は、はい、まあ2枚咲いたら、まあ、こういうね、ヤクザみたいな、そうなんですけど、基本こう1枚しか入ってないんで、こうね、1枚しかないデッキに対して、もう相手がね、そういうのを使った瞬間にもうあの単体でね、ウォールブレーカー飛ばしまくってください。そうするだけで相手が結構苦しいです。で、もし相手がウッドとかを裂いていないならば、ディガープラスウォールブレーカーでいきましょう。ディガーをね、足しましょう。そしたら、相手はね、もしウッドだけでしても、ウッドでやってももう一枚出さないといけないんでね。はいはいはい、そこに、もしメガドとか出してきたら、バッカーでね、プイって、死んじゃうって感じですね。なんで、その、ウォールブレーカーを個人的に使ってたコツとしては、そのニコスの意識ですね。相手のニコスの意識。相手のニコスがあるかないかで、ないならウォールブレーカー出しても簡単に相手は処理できないんで、はい、まあ、もしね、なんか、あー、でもここで相手がたまたまね、バルキリーで防衛してくるよって分かったら、ディガーをね、つなげたりとかもしていいと思うんですけど、基本的にね、もうニコスを裂いたら、相手はね、ウォールブレーカーを、簡単にね、ニコス以下で処理できることはないんで、ニコスのスペル裂いた瞬間がまあチャンスだと思ってね、ウォールブレーカー投げまくってやってください。はい、というわけでね、こちらね、今日はウォールブレーカーデッキをおすすめすると思いきや、ウォールブレーカーをメタルデッキをね、ちょっと紹介していきました。確かに強いか、はい、でよければね、こちらも使ってみてください。んでは概要欄にことチャンネル貼ってはありがとうございます。置くのは最近じゃんけんにね、勝ったものが概要欄に載れるっていう僕のルールがあるんでね、今から僕とじゃんけん最初グッチョケプイ、おい、負け負け負け、はい、なんで概要欄に貼んないんですけど、ぜひね、気になった方は調べていってください。調べてください。では、お疲れ。